ンセイントってみんな孤児だったのね。どうしたんだレイム、何を読んで難しい顔をしているんだ？あ、マリサ。いやね、今、セイントセイヤを読み返しているのよ。読んでみれば不幸な子が多くてね。だろうな。家族を失っていたり、兄弟が敵になったりと、登場人物は不憫な目に遭うからな。ほんと、セイントって不幸な子が大勢いるわよね。みんな苦しい目に遭っていくし、大変だわ。不幸も叱ることながらに、不憫な扱いを受けてしまうセイントもいるからな。不憫って、そんな雑な扱いを受けてしまうセイントもいるの？それは不憫ね。じゃあ、今日はセイントセイヤの中で不憫な扱いや境遇のセイントを何人か紹介するぜ。では、ご視聴よろしく。君はコスモを感じるか？まず最初に紹介するのはスチールセイントのスカイクロスの小2、ランドクロスの大地とマリンクロスの牛尾。この3人は無印のアニメ作品に登場していたアニメオリジナルのキャラクターだぜ。え、それって昭和の時に作られた作品のこと？こんなセイントが出ていたの？初期のアニメ版オリジナルキャラとして登場し、聖夜たちの危機を救ってくれたんだぜ。この子たちもセイントなの？なんかクロスが変な形をしているような気がするんだけど。いいや、このメンツはセイントではなく、影から聖夜たちをサポートする面々なんだぜ。しかも彼らはコスモを使うことはできず、セイントの戦いにおいては遅れを取ってしまうほどに弱いんだぜ。え、セイントなのにコスモを持っていないの？あくまでも一般人よりも鍛えた戦士であり、コスモが使えない部分を機械で補っている。いわゆる現代科学の粋を集めて作り上げられたセイントってところだな。じゃあこの子たちが身につけているクロスは、どちらかといえばパワードスーツみたいなものだな。なんか世界観が違いすぎるような気がするんだけど、まるで戦隊ヒーローみたいね。言いたいことはわかるぜ。何せ当時も人気は散々だったからな。ファンからも世界観を壊すとか、メインよりも目立っているとか散々な言われようだったぜ。そこまで扱いがひどかったの？登場した際もあまり良い評価はもらえず、アニメでは何回か出てから、すぐに退場してしまったんだぜ。すごくかわいそうな子たちね。もともとがスポンサーのバンダイがおもちゃ商品の売れ行き促進のために、テコ入れで作り出したキャラだからな。後に鋼鉄と鋼鉄をかけて、鋼鉄セイントなんて呼ばれもしたんだぜ。なんでそこまで嫌われたの？まあ、一番の原因はコスモを使えないことや、世界観を壊してしまうことも原因に挙げられるし、ファンからの受けも悪く結果として作中ではあまりにも浮いていたんだぜ。この子たちもコスモを持っていれば、扱いが変わったのかしら。そこばっかりはわからねえな。本来は3人だけど、作中ではチーム3人で登場するから、3人合わせての紹介になったぜ。この子たちよりも不憫な扱いを受けているセイントがいるのかしら。まだまだ序の口だぜ。次に紹介するのはフェニックスのブロンズセイントフェニックス1期だぜ。あ、知っているわ。確か旬のお兄さんなのよね。そうだぜ、作中では聖夜たちの危機を救うなど、ピンチになったらどんな場所からでも、いつも駆けつけてくれる頼もしい助っ人でもあるぜ。私も知っているけど、一期のどこが不憫なの？一期は何度も蘇るけど、その分だけやられていることがネタにされているんだ。毎回倒されて蘇って、何度も倒されて蘇るって、元祖死に戻りキャラだな。確かに一期って作中では何度も死んでるのに蘇って、ピンチになってしまう味方を助けるために、駆けつけてくれていたのよね。でも他のセイントは死なずに生き残っているのに、一期はいつも瀕死になってしまうなど、また死んでしまったなど、弱いイメージが定着してしまっているんだぜ。不死身の異名が風評被害になっているわ。しかも屈指のブラコンとしても扱われているなど、その扱いはひどいもんだぜ。ブラコンって確かに弟思いなだけなのに、そんな扱いって、それに作中では師匠にも恵まれず、修行時代は散々な目にも遭うぜ。確か師匠にいつもボコボコにされていたし、その娘も殺されちゃうし、密かに恋心も抱いていたのに散々ね。ああ、思いを寄せていた師匠の娘を殺され、一期は師匠をも殺してしまうんだぜ。あれは相当に衝撃的な内容よね。ぐれても仕方がないわ。そのために悪の道に落ちてしまい、ゴールドクロスを盗むなど、悪用の限りを尽くしてしまうぜ。ブラックセイントの狩猟になって大暴れをし、まさに盗んだクロスで駆け抜けていくんだぜ。でもその後に正義のセイントとして戻ってくれるのよね。一応正義のセイントにはなるんだけど、群れない一匹狼のポジションに収まって、仲間をサポートしていくぜ。聖夜たちとは一線を引いての活躍と、なかなかに素直になれないツンデレでもあるな。確かに作中ではあまり出番はなかったわよね。助っ人役のポジションになってしまいと、敵役が味方になるお約束と、味方の代わりに窮地に追いやられてしまうなど、少年漫画の中に作り上げたキャラとも言われ、功績は大きいけれど、いつも死んで蘇ったり、15歳には見えないなど、散々な扱いを受けるぜ。金玉では死ぬ死ぬ詐欺の常習犯で扱われ、怪談のネタにもされちゃうし、散々な目にも合うわよね。本当に不憫なキャラだぜ。次に紹介するのはライオネットの番だぜ。あれ、こんなキャラいた？もしかしてまたアニメオリキャラ？いや、原作に登場したセイントだぜ。主にギャラクシアンウォーズに登場したセイントだ。え、ギャラクシアンウォーズ？そんなのあったの？ああ、ギャラクシアンウォーズは初期に行われていたトーナメント戦だな。思い出した、確かジャブと戦ったセイントよね。ほとんどちょい役でしか登場しなかった不憫なキャラだぜ。てか、彼のことを覚えている人はいるのかしら。正直載せるべきか迷ったけど、扱いの雑さからエントリーしたぜ。扱いが雑ってそんなにひどかったかしら。ムズバンは原作の中ではモブ役として登場し、セリフもわずかにしかないキャラだったんだ。こんなにも濃い顔をしているのに。一応これでも15歳なんだぜ。セイントとしての能力も不明で、技もライオネットボンバーで有名なんだけど、本人は有名じゃないんだ。それってどんな技なの？簡単に言えば体当たりだな。体当たりってそれはあんまりじゃないの？他のセイントは拳を飛ばす派手な技なのに、体当たりの技なんてと、まさに不憫なキャラの見本だぜ。しかもジャブにも負けてしまうなんて、不憫すぎるわ。次に紹介するのはヒドラの1だぜ。これは確かキグナスに負けたセイントよね。ああ、1は毒の爪のメロウポイズンを使うセイントだぜ。あれ？セイントって確か武器の使用は禁じられていなかったっけ？そんなことを言ったら旬も立場を失うぜ。ごめんなさい。確かに今更野暮よね。気を取り直して1は毒の爪を使うセイントとして戦うなど、キグナスに毒の爪を打ち込んだセイントとしても活躍したぜ。言うなれば当て馬ね。それに関してはあえて何も言わないぜ。この1が出てきた瞬間に、彼の敗北は決定していたからな。敗北が決定していたってどういう意味？顔が美形じゃない敵は、あっさりと敗れてしまう雑魚キャラと、昭和の少年漫画のお約束だぜ。確かにモヒカンの顔も悪役顔だし、これで15歳なのよね。こんな顔をして15歳で、しかもモヒカンと、まさにキングオブやられ役だぜ。あくまでもキグナスの強さを演出するための存在って、悲しいわね。次に紹介するのはウルフのナチだぜ。これは覚えているわ。確かトラウマ級の最後を迎えたセイントね。ああ、当時の作中の中で読者に恐怖を与えたセイントだぜ。一騎の当て馬として扱われ、鳳凰幻魔剣のショッキングシーンはまさにトラウマだったな。あのシーンは本当に怖かったわよ。首が飛んだりとか、体が弾けたりとか、別の漫画を見ていたのかと思ったわ。でも本人は死んではなく、あくまでも精神崩壊の幻覚を見せられていたんだ。精神崩壊って、ある意味で恐ろしい技ね。最初は一騎の悪用を止めるために格好いい登場をしたにもかかわらず、一騎の凄さを見せつけるための当て馬になってしまうと、散々なキャラだな。この作品って、当て馬には容赦がないわね。次に紹介するのはキャンサーのゴールドセイントことデスマスクだぜ。これは覚えているわ。ゴールドセイントの中でも胸クソの悪い悪役だったわね。そうだぜ、作中でも下道極まりない悪役として登場したセイントだぜ。ゴールドセイントなのに悪役非道の限りを尽くし、彼のいる宮殿には多くの死者が取り憑かれていたわね。まさに鬼畜だぜ。当時でも相当に嫌われてキャンサーの子は悪役にされていたな。あの星座のヒエラルキーは相当にひどいものだったわね。そんなヒエラルキーを作ってしまった悪役でもあり、死竜にもボコボコにされたセイントとしても有名だぜ。確か死竜の幼馴染を手にかけるなど、散々なことをして死竜の怒りを買ったのよね。ああ、ゴールドセイントなのに雑魚的な扱いを受けるばかりか。最後にはクロスにまで見放されるぜ。クロスにも見放されるって、相当なものよね。しかも後の展開では復活し、冥界編やハーデス編でも悪役として登場したぜ。何度も蘇るって、まさに一騎のような扱いね。でも復活してもいつも返り討ちにされてしまいと、作中でもやられ役感が目立ち、小悪党として目立つ存在にもなっていたな。元ゴールドセイントだったなんて、思えないほどの転落っぷりね。クロスが見放すのもわかるんだが、正義のゴールドセイントが悪用をしているのはまさに本末転倒だな。星座の中でキャンサーは最下位になってしまうし、ゴールドセイントの面汚しにもなってしまうし、その後は雑魚役になってしまうって、相当に不憫ね。まさに愛すべき悪役とも言えるキャラかもしれないぜ。栄えある不憫のキャラは、ユニコーンのユニコーンジャブに決定したぜ。ジャブって、確か旬にボロボロにされていたセイントよね。ああ、ジャブはギャラクシアンウォーズの時に旬と対決したセイントだぜ。ユニコーンのセイントで確か、サオリお嬢様のお馬だったわね。幼い沙織にまたがられて叩かれるジャブは惨めだったわ。そんなことを言っちゃいけないぜ。それでジャブはド M なのかって噂も立ってしまっているんだからな。沙織って聖女のようなイメージがあるけど、ジャブのせいで悪女に見えるのは私の気のせいかしら。それに関しても否定はできないな。ジャブは幼い頃から沙織お嬢様のことが大好きで、いつも命令を進んで聞いていたセイントだったぜ。いわゆる下僕ね。M っ気があるのかと疑っちゃうわ。しかしセイントとしての能力は確かで、ギャラクシアンウォーズの最話版にも圧勝していたし、瞬にも最初は前線してもいたんだ。でも一気に瞬殺されていたわね。ああ、ジャブは瞬のネビュラチェーンを食らいダメージを負っていたから、一気の攻撃を避けきれなかったんだ。不憫すぎるわ。しかも沙織お嬢様は、ジャブにはあまり興味を示してもいないし、沙織お嬢様は聖夜に思いを寄せるようになるから、ジャブの気持ちは通じてはいないな。恋にも負けて散々ね。まだそれだけならいいが、ジャブは本当はレギュラーメンバーに入る予定だったんだ。それって本当なの？ああ、作者も最初はジャブを入れる予定にはしていたんだが、聖夜と被るからといって、レギュラーから外したんだぜ。本当なら、同じセイントとして活躍する予定があったのね。それすらも奪われてしまい、上には存在もあやふやになってしまうと、散々なキャラだな。不憫キャラ1位はまさに彼ね。以上で今回の不憫キャラの特集は終えるぜ。いろいろなセイントがいたけど、こんなにも不憫な面々がいたなんて。最初はそれなりの活躍をしていたはずなのに、その後はモブ扱いと、散々だよな。でも彼らの活躍があったからこそに、セイントセイヤは人気あるコンテンツになったのよね。ああ、彼らのおかげでこの作品は人気漫画になれたんだ。決して無駄じゃないぜ。縁の下の力持ちとも言える彼ら、まさに忘れてはいけない存在なのね。輝く人物がいれば、それを輝かす存在もいるってことだな。じゃあ、ネットフリックス版のセイントセイヤも輝ける作品になるのかしら。それに関してはノーコメントだぜ。というわけで、今回はここまでだぜ。動画にコメントを残していただけると、大変嬉しいです。この動画が面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録もお願いしますなんだぜ。君はコスモを感じられたか？それではご視聴、ありがとうございました。